まあ、だいぶ、まあ、1、2ヶ月やってきて、今日面白いなと言われる、うん、極端やでさ、え、差が極端、さ極端ほんまに、ちょっとそういう釣りネタめっちゃ見んなよでしょ。だから釣りネタで、あの俺子供の教育、あんな俺に振ってきた教育、子供の教育、子供の教育、従業員教育か、スタッフマネジメントか、誰も見てへん。60人何やそれみたいな。いや60人や60回なんだろう。だからそういう釣りネタなんて4000回とか、なんかいきなりゴーン、どんなゼロ2個ぐらいじゃん、みんなね、あのそんな経験ないし、漫画みたいな、鉄砲こう5回も使えそうになったという話聞いて非常に面白かったので、誰が見てんのかなこれ、誰が見てんのかなで、まあその続きをちょっとね、評判良かったんで、ちょっとあの医療法人ですけども、いや医療法人一気にこの間はね、釣りネタで、うん、よりちょっと深いやつ、うん、あの東南アジア編以外とか10分、12分、10分でアフリカ編とかね、うん、石油の産油国あたりとか、うん、そのあたりをちょっと面白いのがあればね、受けるみたいなんで、いや受けるというかあんまり現地ネタっていうよりな、で結局でもあれよ、ほんまにね、うん、いろんな人と行ったやつ、フィッシングね、フィッシングの会社で、うん、釣り竿とかルアー作って販売して、やっぱり一緒に行く人たちが各国の、いわゆる各国のディーラーさん、うん、ディーラーさんっていうのは、いわゆる私日本で、うん、製造して、うん、世界にこう販売してたわけですよ、うん、だからいろんな国にディーラーさん、中国やったら中国一つ、うん、で香港、まあ、中国、香港、台湾分かれてたりね、あとはもうイタリアやったフランス、うん、で UK、うん、スイスやったらスイス、うん、ね、分かれてるわけですよ、はいはいはい、ロシアとかね、はい、でやっぱそのディーラーさんの、まあ、ショップもやったりしてるんで、そのディーラーさんと一緒に行くわけですよ、釣りなんかね、もう作るのはどこで作ってるんですか。日本で、うん、プロデューサー、僕は作るのは工場さんが作ってくれるわけよ、東大阪の、あ、東大阪よ、だから言ったやんか、前の動画でも言ったように、もう宝なんですよと、町工場、東大阪の町工場、こういうのを作ってくださいって、いやいや、いうわけね、ベースは作るんですよ、自分で、ある程度のまサンプル的なやつを、そうそうそう、で、あとマテリアルの部分、細かいところの素材の金属のパーツとか部品とかは、うん、その辺の工房の加工とかは、東大阪の工場さんとかね、なるほど、ものすごいよ、技術が。パナソニックでもありました、最初作って、サンプル作って、あとは工場で。生産するという流れですよね。そうそう、でそれを逆に今度コスト意識、まあ、全然話またずれてくるけど、うん、コスト意識考えて中国なんか持って行ってやったりもするわけよ、うん、簡単にできるもんはいいんだけど、ちょっと込み入ったものになってくると、中国なんか行ったら作らしたらとんでもない、今もだいぶ良くなったやろうけど、うん、中国なんかで作らしたらとんでもないものが農林されてくると、うん、もう欠品で大変なんや、中国から入ってくると、うん、ああそうですか、3000家3万個とか4万個っていう部品が来た時に、それを検品するだけでも時間かかるな、品質管理はね、品質管理、それがやってないから日本やったらもう任せれるんで、ああそうですか、検品が時間が20年前ぐらいですか、うん、いやいやいや、なんで僕の今フィッシングの会社バイアウトしたのは去年だから、1年前まではやってたわけですよ、なるほど、で全部話すれだけど、うん、でそのディーラー、各国のディーラーと一緒にフィッシング行くわけよ、うん、違う、そのね、例えばロシア人で、ロシア人と一緒に、あのタヒチ、ね、うん、フレンチポリネーシアタヒチ行ってあちゃこちゃ行ったりするわけね、ニューカレドニア行ったりとかね、行ったりで、もう作って、発注が来るわけね、発注というか、そうそれを世界から来るわけ、そうそう、ディーラーを一つの国に一個ずつ作ってるわけですよ、でその彼ら のディーラーさんだけにオーダーを1ヶ月に1回受け付けますよと、オープンするわけですよ、で、オーダー来たやつを世界に公開、なるほど、ロシアにも来るんですか、ロシアはむちゃくちゃ多かったんですよ、むちゃくちゃ多かったよ、ロシアは、ロシアのどんな人が来るんですかね、でね、ロシアの連中がやっぱり一緒にフィッシング釣りいた中でやっぱり面白いというか豪快っていうか、うん、まあ酒飲むわ、ウォッカ、ね、朝からまあウォッカ飲むわ、それはええやけど、あとまあこんなんよ、こんなん系な、そうやね、こんなん系、こんなん系で、今日ちょっとロシア人の話、前が前回中国人の話じゃん、今日はロシア人、こんなん系よ、で
あとハート、考え方、うん、はい、ええかな、はいはい、まあここはどっちかというとパッパラパー系、ここ多いんですか、ロシア。あのな、ね、全部商売人やね、商売人。いや、公務員じゃ、ただ、過去、KGB におったやつとかな、ま、過去 KGB やとか、あと潜水艦乗っとったやつとか、軍隊乗ってねとか、いろんなやつがおるわけですよ。で、まあ一つ言うと、頭の中全員ね、プーチンの話になるやん。日本の総理大臣とね、でロシアの大統領の話するわけで、アメリカの大統領の話もするわけよ、そういう話をするわけよ、飯食ってる時ね。で、彼らはプーチンは大好きなんですよ。なんでやと、強いロシアやからやと、そう作るからやと。で、彼らは力ないもん、あの強い国でなかったらいかんっていう、強い大統領でなかったらあかんっていう発想を持ってるわけですよ。わかります？クリーンとかそんなこと関係ないんですよ。強くなかったらあかんっていうのがまずロシアだよね。いいかな。で、まあ、その人たちのじゃあビジネスマン、いろんな商売やってるけど、まあ突拍子もないわ。もうタイとか東南アジア各国にホテルなんか100個も200個も持ってるような連中とか、ピンク色の自家用ジェット機で飛んでくるやつとかな、ロシアから。そんなんですか。ロシアからインドネシアまでピンク色のジェット機飛んでくるやつとか。なるほどね、共産権なんてそんなんよね。ああ、ザッパ、だから差はすごいんやと思うね。ねえ、そんなねえ、まあただロシアも広いんで、ウラジオストックからこっちのモスクワまでって言ったら、もう相当な距離ですからね、あれ。時差があるぐらいですからね。どこ行ったんですか。もうありとあらゆるとこ行ったよ、ロシア人とは。だから、これ釣りもやるわけね。釣りで行くわけよ。釣りで行くわけね。海寒いとこしますもん。寒いところ人やからあったかいとこが好きなよ。行くのはね、行くのは違うとこ行くわね。あったかいバカンスのとこ行くわけですよ。来るわけか、まず連れてそっちに。そうだから現地集合よ。現地集合。一緒にセイシェル行くたり、セイシェル前で現地集合とかね。モーリシャス行ったらモーリシャス現地集合。あとは英語で喋るんですか。お互いね。お互い。一応ロシア人もむちゃくちゃ片言なんで、もう超片、中国人と似てるから、ウルトラ片言同士で喋る。英語でね。そういう英語でね。面白いな、ロシア人も。まあ究極のやつが多かったわ。こんな感じだ。で、まあどっちかというと考え方が、発想が暴力的やな。やろうね、まあ、プーチンがそんなんやからね。もろ暴力的やな、考え方が。力というかね。やな。どうも、感じやな。で、まあ、あとまあ、その、言うて、ロシアの人もまあそんな人でしたよと。で、まあ、ドイツ人もよく一緒に行った、僕。ドイツとオーストリアね。これ、よくくっついてるでしょ。オーストリアもドイツ語だから。ね。ドイツ、オーストリアの連中もちょこちょこ一緒にフィッシング行ったんですよ。で、まあちょっとね、やっぱほんま暗いわ、ドイツね。まあでも割と論理的でしょ。いや、論理的か分かんない、暗いわやっぱり。じゃあまあ、ロシアみたいな、ああこんなじゃないからね。やっぱ暗いよ。なぜかな、やっぱ若干暗さはあるけど、論理的かどうかはもうそれそこまでは分からんけど、なんていうかな、もう普通の人。僕もパナソニックの時にドイツに OEM 出したんですよ。でチェックのために日本のね角に来て一緒にやったことありますけど、まあすごいこう4時頃まではしっかり働きましたね。今じゃないけど、まあまあまあちょっと我々が見ても違和感、話してても違和感のない人種かな、やっぱりドイツ。で、あとイタリア。これはね、そんなしょっちゅう付き合って行ってないけど、ディーラーさんはしっかり打ってくれて、たくさん打ってくれてるから、やっぱな、せこい。せこいの。まあせこいわ、イタリアのやつは。まあ何かあったらねぎってくるわ。あ、そうなの。ねぎる。明るい感じだけどね。明るいっていうか、ねぎる。ねぎる。もうなんかせこい。ほんで、なんていうかな、細かいね、ほんな。いや、細かいというか、細かいことにねぎってくる。せこいな、まあ、イタリアがとにかくせこいっていうのはもう
そうもういいみたいな、あさあみたいな感じだったから、いつも。であとまあじゃああとどこは、代表的な、もう今日はもう東南アジアと中国除いた、うん、東アジア除いた話やから、うん、オーストラリアか、オーストラリア、うん、ここもしっかりよう打ってくれてれば。でね、これね、僕今から本当25年ぐらい前とかね、うん、もうちょっと前、30年前、うん、まあ、30年ですよ、25年前ね、うん、25年ぐらい前のオーストラリアってイメージ的にはプアやったわけですよ、うん、オーストラリアドルそのものも65円とかね、対日本円に対してとかね、なんかもうちょっとプアなイメージを持っとったんやけど、うん、もう全然変わったな、オーストラリアも、うん、ね、物価も高いしね、うん、ね、まあね、自然とかね、そういうのはあるけどね、うん、で、まあ今のオーストラリアでしょ、まあディーラーさん、いやそういえばオーストラリアは、うん、オーストラリアの人もスカッとしてる、うん、そう、そんな感じでしょうね、もうそんなややこしくない、うん、めんどくさい話じゃない、うんうん、そうかね、そんなアメリカ人みたいなバカでもないし、アメリカ人はわー、バーみたいな感じじゃん、アメリカ人って、うん、そんなちょっとそんな感じない、アメリカ人っていうのは違うよ、オーストラリアな、うん、で英語も聞き取りやすい、我々からしたら、うん、ちょっとアジアン、ね、アジア英語、ね、ちょっと黙ってるような、うん、そうそうそう、あのアジアン英語の方が僕からしたら聞き取りやすい、うんうん、ですよと、うん、そんな感じかな、うん、まあまあ本当今、まあ、特徴的なロシアのやつかな、やっぱり、うん、ああ金に物言わす系のやつが分かったな、うんうん、そういう文化やね、だから比較的イタリアの顧客にしてもドイツの顧客にしてもオーストラリアの顧客、オーストラリアね、うん、その顧客にしても一般的なその層というか、うんうん、普通の人たち、普通のお金持ちの層は多かったけど、ロシアはちょっと違う、極端な金持ちやった、うん、まあいいかなりするんでしょこれ、うん、10万か20万するでしょ、そう10万円ぐらいかな、まあ、まあそこそこね、あの金持ってないとそれ5本ぐらい持っていくだけやね、5つぐらいで、うん、ルアーも1個はやっぱり5、6000するわけで、うん、それはやっぱり4、50個持って行ったりするわけだから、やっぱお金はそこで行くのいから、うん、で何よりもお金が1個かかるというより時間よな、うん、1回行ったら2週間とか、うん、我々だったら大体2週間ぐらいない、1回ミシンを行くと、うん、1週間とか2週間で帰ってくるわけ、うん、彼らおったら1ヶ月2ヶ月おるんで平気で、うん、連れるまで帰らんとかね、だから飛行機オープンで取って行って、うん、で、まあ、それでね、まあ生活があるからね、うん、なんか商売というかね、そうね、休むんやからね、うん、でタンザニアに行った時なんかはロシア人と言ってね、ちょこれ台風ハリケーン来たよ、ハリケーン、うん、たまたま、うん、タンザニア、タンザニアでハリケーンがね、ロシア人と一緒に行った時ね、タンザニアとアフリカの方や、そうそう、大陸のハリケーンってものすごい怖いんですよ、あの日本のハリケーンのようなあの台風じゃなしに、もう本当雲がこういう動きをするようなハリケーン来てね、まあまあ突拍子もないハリケーンで、うん、でフィッシング行けなかった、うん、でその時に内陸入って、うん、あのサファリ、うん、ライオン家に、はいはい、ライオン売ってるの、そうそう売ってるの、ロシア人のね、それ高いのよ、ライオン売ったらあかんでしょ、ハンティング、いやお金払ったら売ってんのよ、売ってんの、売ってんのよ全然気でも売っちゃうよね、もうでロシア人みんなうまいよやっぱ売つの、僕当たれへん、やっぱ彼ら一匹一頭仕留めとったけどな、やっぱり仕留めたら大金払うな、タンザニアシリングね、あのゼロがいっぱいくっついてるやつね、だから大金払ったらこれぐらい、これぐらいの束を払ってた、仕留めたら、うん、これぐらいの、それ打ってどうすんの、いやいや打ちたいだけですよ、打ちたいだけなんかそのまた持って帰るわけで、打って何で持って帰んのよ、そんなもん、打つだけ、打つだけ、シューティングするだけよ、カモを打つみたいな、だから共通して言えるのは白人さんね、東南アジア別よ、黄色人種別よ、白人さんのフィッシングで切れまくってる、切れまくるっていうのはもう好きで切れてる人、フィッシュ趣味ね、でフィッシングに狂ってる人はハンティングも好きなんよ、一緒やもんね、狩りが好きなんよ、だからイタリアの連中なんかでもお金持ちの連中っていうのはやっぱりイタリアでもうちに行ってるんだ、うん、まあ魚狩りをすると同じイメージね、狩りが大好きです、まあ今日はライオンうちに行ったという話、ロシア、フランスなんか、フランスの人はね、あのね、普通よ、
普通普通普通そんなに感覚的に話しててもそんな突拍子もないちょっと遠慮気味な感じで遠慮気味で話してくるから「いたこう」「いたこう」って言うとこれイタリア人とあんまり言っちゃおう。なるほど、イタリア人そういうこと。まあロシアとイタリアが面白いってことね。そうやな、個性的やね個性的というか、まあ、ちょっと文化というかね、うん、個性的やな。ランボルギーニ、フェラーリ作るくせに何なら貧乏やねん、あの貧乏じゃない、何ならせこいねんみたいな高いもん世界中に売りまくってるくせにね、何であんなせこいんやみたいな。まあ売るのと自分たちの姿勢が違うよね。まあロシアの人たちはロシア人はどっちかというともうあの有金で片っ端から行ったぞみたいな、ちょっと昔生まれ成金系か、うん、そうやね、中国人の白人版みたいな。でも共産圏ってそんなあるよね。何が実際の経済は資本主義、資本経済やから、うん、国の体制、中国も一緒じゃないですか、うん、国の体制がたまたま共産党であって、うん、実際は市場マーケット、うん、資本主義のマーケットですから、うん、でしょ、うん、で今までが経済までも社会主義の経済を取り入れとったから爆発した時はすごいよ、そら、ね、一気に今まで持ってなかったらお金持ちになるわけやから片っ端から買ったるぞみたいな感じということで今日は、はい、うん、いいかな、はい、これちょっとこういうの方が多分みんな、はい、喜んでくれると、はい、頑張ります、はいはいはい。